久しぶりにビートレをいじってます。まあ、いじってるというか、昔作ったこのマイテ49のビートレの台車を倉庫化しようかなと思ってます。久しぶりに出しましたけど、可愛いですね、これ。めちゃくちゃいい模型やと思います。ミニミニマイテ49。手持ちのビートレの台車、これがありました。確かビートレの台車って時期によって異なったような気がします。これは昔の終電盤がついてるタイプ、これに取り替えます。なんか昔すぎて忘れましたが、ビートレの台車もタイプがあったと思います。台車が取れるタイプと、組み立ての段階でどっちか選ぶタイプがあったような気がします。これはどっちやろうか。これは台車が取れるタイプかな。あ、取れた。なんか取れたらあかん取れ方したような気がする。はい、バラバラになりました。マイテ49はそもそも走行できるのかどうか。あ、いけると思うけどな。ここに台車戻せばいいんやな。台車を戻す前にこの側面にレリーフのパーツつけておきます。マイテの三軸レリーフ、おお、かっこいい。ここのレリーフって結構折れやすいんですよね。注意して取り付ける。で、この車両はここにチョボがあって、こいつを切らないと台車が首を振らんかったような気がする。あ、こういうことか。カットしちゃおう。もうこれをすると後戻りできません。いきます。で、戻す。あ、これで首振るようになった。こっちはちょっとデッキ部分とカプラーが接触するのかな。個人的にはこの元からついてるマグネットカプラー、これの方が可愛くて好きなんですよね。なんかビートレっていう感じがある。とりあえず走行させたいんでこれにしておきます。はい、そしてミニジオラマに乗せてみました。まあ、ここで走らせるために走行化したんですけど、あ、いい感じいい感じ。ちょっとやり方定かではないけど多分大丈夫なはず。まあ、走ったらいいっちゅうことにしとこう。ライトとかは特につけませんが走行化できた。ただそれだけの動画でした。